よろしくお願いいたします。お願いします。はい、まず最初に、お名前とご職業からお願いいたします。はい、瀬川裕二です。京都の方で、整骨院やっております。はい、ありがとうございます。では瀬川先生お伺いいたします。一つ目の質問です。MSD 増田塾とメンタープログラムの違いはどんなところだと思いますか？まあ、MSD で、まあ、それこそ、業界で、まあ、スーパースターと言われる方に、メンタープログラムと、個別にね、喋ったりっていういろいろ情報とか聞くことができるところです。はい、ありがとうございます。ではメンタープログラムっていうのは一言で言うとどんなところでしょうか？単純に脳みそに汗をかいて、あとはもう行動するところっていうふうに思っております。はい、はい、ありがとうございます。それでは最後の質問です。これからですね、メンタープログラムへ参加される方に一言メッセージをお願いいたします。はい、まあ、これ私もそうなんですけど、マインドブロックをやるにはもう実際参加してどんどん、行動していくのが一番いいかなと思うので、まあ、そういう弱い方は、ぜひ来てみたらいいんではないでしょうか。はい、ありがとうございます。瀬川先生どうもありがとうございました。ありがとうございます。はい。